セシュシュルイコールルイコールロワールは、フランス、ペイドラ・ロワール地域圏、メーヌイコールエイコールロワール圏のコミューン。ボージュ地方にあるアンジュのコミューンで、アンジェの北東約19キロメートルに位置している。コミューンの面積は、主として、マトフロン集落の丘の中原を流れるロワール川の湾曲部に広がっている。狼の岩マトフロンの丘には新石器時代の遺構が、残る。それは、 狼の岩と呼ばれるドルメンである。ドルメンの保存状態は非常に良い。縦横長さ4メートルの正方形の石のテーブルが3つの大きな石のブロックで支えられている。摂取と近接するコミューンのマルセではガロローマ時代の遺構がある。1028年、アンジューハクフルクネラの妻イルドガルドはアンジェイのロンスレ修道院の修道女たちに寄進を行った。 フルクネラは重罪犯を屈辱させるためロワール川を見下ろす城を建設している。これがマトフロンの語源である。マトフロン家はマトフロンのドミエヌを代々支配したアンジュの領主家系だった。彼らはシャルシェ修道院を母大寺としていた。15世紀、ピエールド・ロアンジエはベルジェ城という大きな城を築いた。城はその後一部がロアンー奇教によって壊されている。 参照元、1962年から1999年まで、人口の2倍カウントなし。1999年まで、イヘス、カジニー、2004年以降は NSEE。ありがとうございます。